二人で過ごして楽しかったことを思い出すんですよ。持ちであるし。もったいないくらいのイケメンね。川先生に会った時からずっと。今日は早退してゆっくり休んだ方がいいんじゃ。彼が僕に恋したわけ。12月28日夜9時。